オキシライド乾電池。オキシライド乾電池は、松下電気産業、現、パナソニックが2004年4月1日に発売した乾電池。現在は販売終了である。オキシライド乾電池の商標は、同社が登録している4769,071号。発売当初は1964年発売のアルカリマンガン乾電池。 通称アルカリ乾電池以来40年ぶりの乾電池の新種として宣伝されたが、実際には2002年頃から各社リリースしていたニッケル系一次電池のいうモデルであった。従来のニッケル系一次電池よりも低電圧時の特性を改善している。オキシライドの名は、正極の原材料であるオキシ水酸化ニッケル、オクシーニッケルハイドロックスイドから取った造語である。 シナバンは ZR62004 年4月1日に単三型電池2005年4月20日には単4型電池も発売された基本的にはニッケル系一次電池である松下電気産業当時が行ったデジタルカメラでの撮影可能枚数測定実験ではアルカリ感電池の約2.2倍の画像を撮影することができたたただし時計リモコンなど 消費電流の少ない機器に使うと、アルカリ乾電池よりも寿命が短くなる。また、これらのように、低消費電流で長期間使用する機器で、アルカリ乾電池を使用した場合、液漏れを起こすことがあるが、アルカリ乾電池ほどの大量の液漏れにはならず、少量である。初期電圧は 1.7V と、通常の乾電池の 1.6V よりも高い。通常、 設計電圧より高い電圧を加えると、機器内部の電子回路や回路部品への負担が大きくなり、発熱や寿命が短くなる等の影響が生じるため、使用できない機器がある。特に懐中電灯などの白熱電球を使用する機器では、電球の発熱が大きくなり、フィラメント寿命も短くなる可能性が高い。そのため、製造元である松下電気産業は、 これらの機器には使用しないよう呼びかけている。また、放電容量内における電圧効果がアルカリ乾電池に比べて極めて緩やかであることも本品の特徴である。つまり、終始電圧まで電圧が安定しているということであり、寿命をギリギリまで使い切ることが可能で、この点を含めて長寿命を謳っていた。この特徴は従来のアルカリ乾電池から改善された点であると、 ともに実用上逆にあだともなった側面もある。例えば主要ととされていたデジタルカメラには電池残容量目安を表示する機能が搭載されているが多くの場合電池電圧とその効果度合いを主なパラメータとしてアルカリ感電池の特性と比較して判定している。そのため電池残量はほぼ底をつくいていても電圧が高いため 万容量と判定して表示し、突然使用不能に陥るという機種もあった。ミニ四駆の公式大会のレギュレーションでは、オキシライド乾電池の使用を禁止している。松下電気産業では、オキシライド乾電池のパワーを宣伝するデモンストレーションを行っており、その様子はテレビ CM でも流されることもあった。その中には乾電池2本で車を動かしたり、 乾電池だけで人を乗せた飛行機を飛ばしたりと今までの乾電池ではできなかったことを成功させたものがあった大阪産業大学と合同で行ったオキシライド乾電池を動力源とする自動車走行での最高速度に挑戦するプロジェクト2007年8月4日に茨城県にある日本自動車研究所でギネス記録への挑戦が行われ 平均時速 105.95km を記録し、乾電池を動力とする世界最速の車としてギネス世界記録に認された。認定は、風と勾配の影響を相殺するために同一区間の往復が条件で、往路平均時速 109.22km、袋平均時速 102.68km、最高時速 122km だった。 使用した電池は炭酸型192本。東京工業大学と合同で行った、オキシライド乾電池を使用して、有人飛行機を飛ばすプロジェクト。2006年7月16日に、埼玉県の桶川飛行場で、オキシライド乾電池160本を使用し、391.4メートル59秒間の有人飛行に成功した。 この模様は2007年1月に読売テレビ、日本テレビタで特番で放映された。このほか、初動に人の手を借りることによる飛行で乾電池96本での飛行にも成功している。制作は東京工業大学と東京工業大学サークルのマイスター人力飛行機部門と松下電機さんにより行われた。2008年4月26日。 松下電気産業はアルカリ乾電池の新製品、イボルタを発売した。イボルタはオキシライド乾電池よりも高性能とされ、また初期電圧はアルカリ乾電池ゆえに 1.6V なので普段の電圧問題はなくなった。乾電池の上位製品としてイボルタが位置づけられ、オキシライド乾電池の生産は縮小した。消費電力の多いデジタルカメラへの使用を 主なターゲットとしていた、オキシライド乾電池であるが、デジタルカメラの多くが専用のリチウムイオン充電池へ移行したため、そういった面でも本製品の出番は減少した。また、初期電圧の高さから、機器の多くが内部回路に過度の負荷を与えるなど理由で対応せず、使う機器を選ぶ扱いにくい商品でもあった。その後、多数パック品は生産終了となり、 4本パックと2本パックがイボルタと併売されていたが2009年に生産、販売が終了となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。